僕が住んでる部屋と似てるんですよ。あ、本当ですか。はい、これ想像ですよね。想像です。勝手にあの盗み見たわけじゃないですよ。よろしくお願いいたします。ムロツヨシです。ゆりこです。ゆりこです。本日はお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。あなたのタイプはこれっていうのが出てくるんです。はいはい、それがねすごく面白かったです。楽しかったです。はい、難しくなくていいですね。好きなものがたくさんあって、うん、それを私は割とずっと見ていたいというか、あのだからもうぴったり。あ、はい、そうですか。はい、びっくりしました。どうですか。いや、そうヴィンテージ、いや、あのゆり子さんにとても似合うなと思いますし、はい、本当に趣味の多い方ですし、はい、好きなものが多い方ですから、あのそれがもしこう見えるところに置けるような、ね、間取りだったり、はい、内装だったらいいなと思いました。なんかすいません、書いてあることは言っただけになっちゃった。すいませんでした。すいません、ちょっと唐突に、すいません、何も考えてなかったわけじゃないんですけど、はい、描いてくれたんですか。はい、僕が住んでる部屋と似てるんですよ。あ、本当ですか。はい、これ想像ですよね。想像です。勝手にあの盗み見たわけじゃないですか。全くうちと一緒なんですけど、これ大丈夫ですか。どうですか。びっくりしてますけども。じゃあ僕にライフファインダーさせればよかったです。そうですね。そしたら僕の好みはこんな感じでしたってなるじゃない。それで僕だけスタッフさん想像して書いたんですか。手書きで、しかもちょっと。なんでそれ。遊びに行ってみたいなとか思いますか。そうですね。そりゃ僕を前に嫌だとは言えないじゃない、その質問は。そうですよね。ね。